何時予約にしたの？時間とか決められた？なるほど、ポケモンが後です。すごいな、人気なんだね。だから毎年やってんだ。こんなにだと思わなかった。ちゃちゃのポケモン図鑑が懐かしいキャラばっか。これがだからさ、今回のあれ、ミオが買ったあれに出てくるの。いや、受け取りに時間かかったなぁ。30分だった。うん。だって1、あれだもん。11時何分に入ってた？1、多分10。40分くらい並んでたんじゃない？いや、並んで、だってさっき途中で20分だったから。全然。全然動かなかった。動かなかった。まあ、場所によるかもだけど。びっくり。そんなに時間かかる？でも結構店員さん大変そうだってバタバタだったよね。バタバタだった。すごかった。そう、そうそう。いやー、私たちがもう受け取った後もすごい、でも長蛇の列だったから。またな。やばいね、ポケモン人気。今日発売日だからっていうのもあんのかもしれないけどさ。そう、それあるよな。ね、子供が欲しかったから。そうそうそう。買ってたもん。可愛かった。よし。じゃあ、チャイちゃんち行って。食べます。チャイちゃん追加で買ってくれたし。そうそう。せっかくだから、一年に一回だからさ。そうね。確かにね。バンギラス息子ね。コイキングなんで作ったらコイキング。うん。はい。もうそのコイキングを食べるじゃん。中からギャラドスが出てくる。なんて？ねえ、どういうこと？ねえ、それどの大きさなの？お邪魔しまーす。どうもはい、ちゃーちゃん家に到着しました。やばいね、めっちゃ可愛いんだけど袋。2021年11月の12日金曜日からスタートしたミスドとポケモンのコラボ、ドーナツセットとドリンクセットっていうのがあって、今回頼んだのがこのドーナツセットです。セットを注文するとマグカップとかプレートとかブランケットの中から1つ選べるということで、でででーん、めっちゃ可愛い。こんな感じでプレートにしてもらいました。はい、ちょっと開けます。箱がめっちゃ可愛いんだけど。うん、可愛いね。うん、こっちだ。行きまーす。リリリリリリリ、おー、はい、こんな感じ。かわいい。結構大きめだね。いいね。いいね。いい大きさ。あ、これにまあドーナツ入れてくださいってことだから。でですよ、この紙袋もめっちゃ可愛いんだけど。ててーん。はい。オリジナルらしいです。今回の。こんな感じ。あ、かわいいこれ。ここに、なんかちょっと開けれるポイントが、ところがあって。あ、え、あ、かわいい。はい、窓からひょこっと覗くポッチャマとピカチュウがいます。かわいい。こんな感じです。はい、あ、洗ってきてくださったんで。あ、すごい。どうなってたこれ。ポケモンってテンション上がるね。ねえ、こうだ。リリリリー、おー
すっごいキャラメルっぽい匂いがする。ててーん。かわいい。はい、こんな感じのイーブイがいます。で、ポポちゃまでーす。めっちゃかわいいの、これが。このためみたいなもんだから。で、残り2つがクリスマスドーナツ。2つ選べて、1つがこれ。このなんかホワイト。リースね。もう1つが黄色でプリンでーす。追加でですね。今これ普通に買えばこの箱ってことなのかね。そうだね、多分そういうことなんだろうね。多分5個買わないと入れてくれないんだね。あ、なるほどね。そっかそっかそっか。はいはいはい、紙袋みたいな、うん、まずはい、EV でーす。 EV が振り向いてるやつ、うん、振り向きの EV、うん、振り向きでもう一人います。でーん、ピカチュウが振り向いてる。はい、こんな感じ。かわいい、かわいい。ててーん、来ましたー。 EV とね、もう一つこういう形で出てるのがピカチュウセットで、EV かピカチュウから一人なんだけど、プラスで単品で買えたってことだよね、うん、普通にね。単品で買えた。でも数量限定だったね。そうね。で、あとはこれうちの妹のお土産です。あ、いいね、素晴らしい。どうぞどうぞ。素晴らしいです。ちゃーちゃんが並べてくれました。ほらほらほら、はい、あ、いいね、いいね、いいね。よし、では食べますか。じゃあまずどれからする？まずやっぱここ、こっちから行くかな。行く？うん。じゃあちょっとピカチュウ食べる？いいよ。私イーブイ食べようかな。いいの？いいよ。どっから食べるかって絶対ね、そうだよね。耳だよ。耳からだよね。中も可愛いよ。あ、本当だ。可愛い。あ、後ろはねピカチュウ。では耳からだね。普通に考えてね。いただきます。うん、どう？うまい？うまっ！うん、生きてる。うん、うまっ！耳いきまーす。うん。うん、うまっ！ほら、もうおかっぱみたいな。おかっぱみたいになってますからね。キャラメルっぽいかも。じゃあ、振り向きを。そうだよ、一番気になる。ちょっと一番気になってんの、これだからね。はい、ぽっちゃまです。これが欲しくて買った。これが欲しくて。でね、これね、普通にただドーナツが中に入ってて、で、パッケージだけポッチャマだと思うじゃん、うん、で、これも他もね、思ったね、私も思った、うん、そしたらですよ、レレレレレレレ、やばいね、やばいよね、やばい、こんな感じで、すっごい色じゃない。なんだろう、上はね、なんかそのブルーシュガーみたいになってて、ドーナツが真っ二つになってて、横にで、そこの真ん中にクリーム入ってる形ですね。なるほど。じゃあ私、ポッチャマ食べるんで、うん、ちゃちゃんどれ食べます？チャーちゃんは今これ食べたからイーブだね。イーブね、はい、イーブ、ちなみに見せてみて、はい、よ、こんな感じ、こんな感じで、ね、はいはいはい、なるほど、イメージだね、はいはいはい、チョコレートが入ってる感じね。ね、はい、いただきます。いただきます。うん、うまふわふわ、ラムネっぽい。なんだった？これはもう普通のドーナツ。うまいよ、クリーム、うん、振り向き。もう一つがピカチュウの振り向き。さあ、ピカチュウどうなってるのか。テレレ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 、おー、ピカチュウのお尻イメージね。カスタードみたいな入ってる。ではいただきます。多分絶対美味しい。うん、ピカチュウはチョコのコーティングみたいになってる、上が。うまっ、ね、チョコのコーティング。あ、美味しいね、うまいよね、うん、ちょっとポッチャマも食べてみて、うん、ちょっと私イーブイ食べてみて、うん、イーブイもコーティングだ、チョコの。うん、チョコ、イーブイかなりチョコ。あ、美味しい。うまいよね。どれ一番好き？ピカちゃんはね、うん、これかな。あ、ピカチュウ、うん、最後にこれがクリスマスのやつ。どっちにします？プリン。プリン。じゃあ私、ホワイトで。パリパリ。プリン感じんの？感じないの。もう一回食べる、うん、え、全然プリン感じないんだけど。セットの中で一番美味しいの何かなって言われたら、やっぱ振り向きが一番美味しいかなと思ったけど、ちゃんちゃん的に、うん、振り向き、振り向き、うん、振り向きで決定です。ふわふわだもんね。ふわふわだね、うん、一番ふわふわだと思う。何月までとか書いてないから、まあ数量限定って感じなのかな、多分。これあれだっけ、私がなんかガチャガチャで、そう、出してくれた。そうだそうだよ。
すごいね、これ何？これゼリー。ゼリーね。土産にもらった。へー。雲が溢れております。すごい、食べ散らかしっていうのがこういうもの。でも結構お腹に溜まるんだなって今思った。